お願いします。ではじゃあ買いましょう。はい、はい、じゃあ同じこの一番。いただきます。モザイクなんですよ、わかる？おいいですね。はい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 。食べやましょう。いただきます。うまっ。美味しいかもしれない。すいません。使ってください。うまい。はい。もうちょっとかも美味しいですよね。なんだ。どうしましょうか。あらら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 ら。ら20センチ。すごい。20。ちょっと20か。あなたもなんかいた気がするんだ。バッファローじゃないの。トゥーさんの方で、タイさんのオランダローズで、ね、タイさん、これはえぐいですよ。うわー、スモークいいですね。かいいですね。全然全然イケメンですか。未来のホープ、この未来の金魚屋さん、未来のホープ金魚屋さん。いや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 、まあもうだいぶやってますねこれ。頭に僕のコントロール楽しめる答えはこれ。かわいいよ。あやっぱり上身もいい。ほら先祖が錦鯉なんですよ。え錦鯉と龍金と掛け算は玉様なんですよ。おこれヤー君出よ、もう出よ、もう出よ、で早く行かないと。かわいい答えちゃいますよ。入ってますね。僕たち恥ずかしながら見たことないです。でも顔写しって言われました。あらちょっと待って。あ、肌と足らん。あ、足らん。なにそれ。長いよ。短い短い。もっと長くせなはず。いやーちょっと。持っとってもね。よかやつ。いやーいい。いやー続け。なんてすごい方に出会ったんでしょう。インスタグラムやってますんで。え、値段おかしくないですよ。いや、ですか。もう両方いけるじゃん。スワローみたいな。スワローの値段。ありがとうございます。お願いします。いつも見てますけど。マッチョメダカさん。すいません。お邪魔します。姉親で伝えるようなゴトですね。ゴトですね。あ、卵持ってる。卵持ってるじゃん。卵ついてますね。ハウスのやつなんで。あ、全然大丈夫だね、ビニールでもね。わー、いい。あらららららら。なんか特徴って言いますか。ゴシ系のスワローを作ろうと思って、はい、ゴッドとセラミツハゲンを書き出した去年。蔵岡の最低15度のとこで、あれ最低15度。なんかこっちの方が渋いですね。そうですね、うん、仕上がりは遅いんですけどね。スケートはめちゃくちゃ楽しいね。それが好みに合うのか合わないかで多分出る人になるのか売れない人になるのか。ロッシーさん、ロッシーさん、サムネでこっちこっちだね。なんかちょっといや、よかった、年内に会えて。よかった、ほんとめっちゃ言われてたもん。
着物かと本物と俺やばいですねすごい上手結構上手あ上手なこっちゃんも触るかなほら触り方上手故障ないんかねあいいですねこちら買ったような感じじゃないか3匹当たりがこんな感じで入ってる。あらららら。あら手作りですか？手作り。え、僕も金魚のやつ使ってるんですよ。あ、金魚の本当？ああ、本当や。あっちはスヌードなんで。意外と子供とかもそうですもんね。これ、スヌード置いてくるよ。これ、いる？いらん。もういい？なんでこれ買おう？うん。じゃあ来たの。はい、来た来た。ママに来た？よかったね。本当はこっち欲しかったけど、何すかじゃないですあ、お店の名前がお店の名前がもっちゃんだからもっちゃんむっちゃんしてるって言おうか着いたら言おうかそうそうそういらっしゃいませこちゃいますよここはおい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 はい一緒ねはいはいアホやじゃないセリはどれですかセリはあ、はいもじゃもじゃの今日は今日はなんか空気読んであ、やっぱもじゃもじゃがいいですかちょっともじゃもじゃ持ってきます今からはいこの2匹こっちに入れて25分後に見に来てごらんって言われてそうなんですよ色変わるからって言ってこれ写しとけば再生回数伸びるなサムネでサムネまだどっかあの辺で座らしとくというかやポツンってドキさんって言って映画のタイトルつけてそれでまた色変わるかもしれない1500円かなはいうん、全然違う、全然違うえだいたい、見てこれじゃあもう順番、どかんでも了解ですよ、うん、あ、1500円番組やったからもうんうんうんまあまあ、これとかやばいでしょいやいや、まあまあこれでお金になったら僕はお茶が買いたいんです、うん、あ、いいですよね、うん、2本くらい買えるじゃないですかわかんないですよ、うん、それはもうちょっとじゃあ1500円で、またね、ご飯も買える下げるかもしれんし、うんうんうん長瀬んこと言うこの間ありがとうございますあーとてもですしかもクレーンの上のボタンいやいや家帰った記憶ないきついねえメグミはいはいッケーすぎねえ急に病気の配当地とかの配信が流れてなんかわからないでいいやつおならいやーって泣きよおならいやーって泣きよ金額が入ってくるでしょあ、私もあり曲がり品とか
食べる？食べる？ああ、本当や、売れた。あー、なるほどね。そうか。あ、ほら、見て。豆腐またいいわ。トラガラばっか買っちゃって、ヨミさんから同じようなやつばっか買ってる。そうしたら、もうだるまるけ。全部かわいいな。何気にいいのが取れました。何気にいいの取れました。だるま流券ってなったらもう名前の通り腹回りぶっとつけるための出してあげてっていうのがいいだるまなんで。はい、そしたら皆さんこんにちは。時刻は日差しが動き出した。お、11番1000円。はい、11番1000円で、8番もコーヒー、桜と江戸ですかね。1000円からスタート。8番、11番1000円。はい、じゃあ11番の方1000円で、1番1000円、11番1000円から、1000円からなおと1000円、11番の方1000円はい、1000円、11番が11番で、おめでとうございます。2000、あ、これ2000円、2000円スタート。5000、5番4000に上がった。5番他にいませんか。4000、4000、一緒にやろうと思って粘ってますだけんかありがとうございます、ありがとうございます。あ、そうですね、大丈夫、はい、大丈夫ですね、大丈夫です。伝えた方は1回大丈夫ですか。めちゃめちゃ、だから、お、だって、めちゃめちゃ重いのに。21番から競りを再開したいと思います。中国産の2歳のキャリコ競技です。あと4000、5番5200、5番7000、上がった、上がった、7800、7900、8000、8800、8900、9900、9300、9400、9500、はい、4番9600円、5000円出た。5100、5500、5600、5000、4番5600で、5600、
ケケー、ありがとうございます。あと27番入金3000円。お、3000円いらっしゃった。4番上がった。3300で4番4000。あ、お、4000。5番4000円ません、ご覧ください。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ28番、大きこれたのに、ハモンとね、パール、パール、言葉。店を何回、店を何回、1匹500円買い。誰かあげんかい。面白くないかい、店を何回。いいじゃない。はい、じゃあ3番、2000円で。いらっしゃらないですか。他、他。はい、他いらっしゃらなければ、12番、1000円で。ローズ、ローズ、上がった。300円スタート。はい、400、500、3000が出た。4000、すいません、札立てて。5500、7000、5番7000が上がりました。7000、7200、7300、7400、7500、7600、7700、7000。
はい、東東東東東錦300円からスタート。5000円。まだ繋がってます。7000円ですかね。はい、7500円決定です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ立派。東300円から3匹。2万3000円。1万5万。1万。やっぱり1万でも安いよ。もう1万おらんかい。じゃあ5番。はい、5番。1万決定です。ありがとうございます。おめでとうございます。これは4匹セットのタイガーのローズテール。タイガーのローズテール、はい、はい、セット。1500円3000円3500円4500。差し上げれば8番の方5000円。はい、はい、ここまでで1回値段を変えたい方は値段を変えてください。はい、これじゃないのでまた2巡目を。今日の YouTube 撮影台です。あらすごい編集早いもん。ひどいです、見てください。私1個だけ中谷さん5000円で買わんねって、勢いで買ったけん。今アイコンタクト取ってました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。いやすごいですねこのイベント。いやいや僕もあの、はい、2年目ですけど。あ、そうなんですね、はい、僕去年このイベントで金魚を知って飼い始めたんで。え、あ、本当です。だから僕まだ飼い始めて1年ちょうど1年ぐらい。何ホープって言われてるんですか。金魚が好きな、好きっていうか直すのが好きなんで。愛情で治るです病気は。マルコさんに行けば会えるんですか。ああ、僕頻繁にいますね。2週間に1回とか行って。あ、2週間に1回とかですか。へえ。サー病の薬、あの魚とか治してるんで。で僕もその治せないって聞いてたんでやってみようと思って。見捨てるのはかわいそうだから、だから頑張ったらもう今2分の2治ってるんで。だけ今ちょっとあの今2匹やって2匹治せてる。また2匹いるんで新しいの。それをあと2週間ぐらいちょっと様子見て。結局この子らはね、僕らが見捨てちゃったらどうもできないんで。いいのいただきました。もうだから僕らがやっぱりどんだけ愛情を注げるかで病気は治るんで絶対に。ありがとうございます。いやすいません、岡田選手ありがとうございます。いやいや正面じゃないです。まあまだ正面みたいな。正面みたいな。すいません。いやありがとうございます。入んなかった。俺ちょっと取っていいかなと思って。2回で1匹やっと頑張って。大変ですよ。それがランクだと全部入ってた。言い訳じゃないです。早いけどね。